イメラジオ第814回、今日は平成29年10月6日金曜日です。時刻は午前10時、朝ですね。横浜港北、空は雲ですけど、晴れてっていうか、光はありますね。晴れてるとは言いませんが、光はあります。ただ空に雲が、西に面した窓、丹沢の稜線はぼんやり見えるか見えないか。昨日のお昼は富士山もてっぺん見えてたんですけど、今日は何にも見えませんね。東のランドマークタワーも、ぼんやり。けれど気温はとっても過ごしやすい10月初旬の気候。マーケットは今日少し上げていますが、これくらいの上昇だと、上がってると言えるかどうか。ただし2万600円ぐらいですから、2万円台が定着してきました。ひょっとして今が高値、こっから下がるんだの可能性も十分ありますので、今買わなくていいと思いますが、今まで買ってて、いや、それ持ってっていいんじゃないですか、それは。しかも北朝鮮リスクがありますから、資金の半分ぐらいでの勝負、これですよ。資金の半分ぐらいでの勝負、残りの資金は置いとくっていう。1000万円あるんだったら500万ぐらいの勝負、もうちょっと小さくてもいいくらいですね。500か400ぐらいの、それが上がればいいし、もし北朝鮮のリスクが深刻化して株価下がるようになったら、その時会話ですよ。本当に軍事行動が起きたら、もう株どころではなくなります。そこら辺の見極めは難しいですね。今月、日米首脳会談、または米中首脳会談も予想され、しかも日本では選挙ですね。投資はそういう政治の動き見ながらやんなきゃいけないので難しいですよ。私も今日は前場も後場も多分売り買いなしだろうと思っています。もうこれ以上は買えない。さて、814回目の夢ラジオ、今回は空想から科学へ取り上げます。空想から科学へ、フリドリヒ・エンゲルス著。フリドリヒ・エンゲルスといえば、カール・マルクスと二人三脚で社会主義思想作り上げた人。マルクスが実務能力ゼロで、どこ行っても鼻つまみにされるような、そんな人物。そんなマルクスに曲がりなりにもね、著作をする環境を整えてあげた、物心両面で。エンゲルスの功績でしょう。もちろん社会主義思想の発達というのを功績と呼ぶならですが、1880年のこの空想から科学へ、パンフレットの一部なので読みやすくて、そして社会主義思想とは何かっていうのを割と分かりやすく書いてある、リスナーの皆さんにご紹介いたします。本当の題名はね、ドイツ語で Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft。 Die Entwicklung des Sozialismus von der
Utopie zur Wissenschaft。 空想から科学への社会主義の発展、これが現代ですね。本当の空想から科学への社会主義の発展で、面倒くさいからもう空想から科学へという日本語になっていて、夢ラジオでもまあ定着していますから、空想から科学へと呼んでおきましょう。プロレタリアートについてまず語ってるんですよ、エンゲルスは。無産大衆だったんですね、プロレタリアートは。財産を持たない貧乏人、それの貧乏人の群れ、無産大衆から分離し、新しい階級となったプロレタリアート。貧乏人の群れでは階級とは呼べないが、まあそれが階級と呼べるまでに多少発達し、独立した形になった、ね、独立した階級となったプロレタリアートですが、政治運動を行う能力が全くない。抑圧されて苦しんでいるだけ。自分では無力だから、外から助けを差し伸べてもらうほかない。貧乏人がシューンとしてるだけっていう。ただ社会が発展して人口も増えてくるにつれて、その無産大衆も増えてはくる。そして一定の階級を形成するんだけど、19世紀の19世紀前半にはもうプロレタリアートという階級はヨーロッパではあったと見ていいでしょう。で、ちょうどその頃から社会主義っていう思想も出てくるんです。社会主義は何もマルクス・エンゲルスが始めたわけじゃありませんよ。社会主義思想はそれ以前にロバート・オーエンとかサン・シモンとかフーリエとか、こういうイギリス人、フランス人によって解かれてはいたけど、まあ全然うまくいかなかったんですね、これがまた。そしてちょうどエンゲルスもこの空想から科学への中でね、この3人挙げてるんですよ。イギリス人のオーエン、フランス人のサン・シモンとフーリエ。サン・シモンとかフーリエは世界史、高校世界史でも一定の役割果たして出てくると思いますよ。これら空想家のね、考え方は、これら空想家の考え方は、19世紀の社会主義思想を支配し、今なお支配しているが、空想。で、エンゲルスは続けて、社会主義を科学、ヴィッセンシャフトね。ヴィッセンシャフトっていうのはドイツ語で、英語のサイエンスにあたります。ですから、社会主義をサイエンスにするためにはね、現実の基盤の中に現実を基盤としなくちゃいけないね。現実を基盤としなくちゃいけない。誰か思いやりの深い人がね、思いつきでやるような、いやそれはダメですよと。たとえ思ってることが良きことでもむちゃくちゃなりますよ。で、実際なったでしょ。弁証法的唯物論、これに依拠するぞと。弁証法的唯物論、これはエンゲルスもそしてマルクスもよく使うというか、マルクス主義って何ですかって言われて、弁証法的唯物論ですよと一言で言うんなら、そう答えてもいい。ディアレクティシャーマテリアリスムス、ディアレクティシャーマテリアリスムスです。自然は、ここ大事ですよ。自然は形而上学的にではなくて、ね、弁証法的に動いていくと。ヘーゲル哲学です。自然は形而上学的にではなく、弁証法的に動くものである。つまり何か考え方があって、それに矛盾が出てきて、そして使用される。アウフヘーベンですね、新しい何かへと。そしてまた次の弁証法。弁証法という考え方を取るなら、
この世は一瞬たりとも動いてはいない。いや、確かにそうです。弁証法がある程度有効性があったのは、この世が一瞬も動いてはおらず、ずっと動き、一瞬も止まってはおらず、この世が一瞬も止まってはおらず、ね、一瞬も止まっていなくて、ずっと動き続けているっていう、これを哲学として体系化したからなんですよ、弁証法が有効性を持ったのは。つまり学問って、ある時点で止めて、その止めた状態における、止めた状態における何かの結果みたいなもの、それを記述するっていう感じがあるんですよ。あるいは、ある時点で止めたじゃなかったとしても、10分間はこうなったとかね、1時間後はこうなったとか、こういうやつとか、ずっと続くよと、この世のさまざまな事象は、現象は、この世の現象はずっと続いていくし、一瞬たりとも止まらない。そのことをしっかり見ようと思ったら、その時間区切ってる学問なんかあんまり有効性がないと。あるいは、こういう条件でとかね、こういう前提でとかって、そういう前提や条件をいっぱい作ってる学問、ダメ。この世には条件も前提もなく、この世がドーンとあって、それが絶え間なく動いているんだと。しかも矛盾をいつもはらんでる。存在には矛盾がいつもある。存在には矛盾がいつもある。だから、その矛盾が絶えずアウフヘーベンされていくんだ。やっぱヘーゲルすごいですね、この辺はね。そのヘーゲル哲学を受け継いだマルクス及びエンゲルス。ですから、マルクスやエンゲルスのことをヘーゲル左派というふうに呼んだりもします。それはね、ヘーゲル左派についてはまた回改めて別にお話しいたしますが、まあ、そのヘーゲルから弁証法を受け継いでいると、マルクスもエンゲルスもね。ですから、歴史とか社会っていうのは循環運動じゃなくて、絶えず進むんだと。循環運動、つまり円環描くんじゃなくて、絶えずぐーっと進んでいく、しかもいい方向にね。ただしですね、ヘーゲルはここで止まっちゃうんですよ。弁証法を、弁証法を、弁証法の仕組みを解明するぞという時点でね。で、マルクス・エンゲルスは、ヘーゲル先生、ありがとうございました。その弁証法、これを社会に当てはめてみたらどうなるか、これを我々がやらせていただきます。こんな感じ。弁証法を社会に当てはめてみたら、歴史に当てはめてみたらね。だから、この点において、まあ、思想核のヘーゲルからは離れていくんですよ、エンゲルスたちは。で、この弁証法的唯物論によりますと、それを社会に当てはめればこういうことが言える。まず、社会制度の基礎は生産と交換だと。まずね、まず社会制度の基礎は生産と交換だ。これは誰が見てもそうでしょう。つまり、生産関係こそね、生産関係こそ社会制度の土台にあるんですが、それがブルジョア階級に都合よくできていると。都合よくできている。それは当然で、ブルジョア階級がその資本を持っているわけですから、自分たちに都合よく作る生産環境ね。ところが、人口も増え、その生産関係っていうのが規模が大きくなっていくにつれて、資本主義がだんだん大きくなり、大工業もしくは独占、ね、大工業もしくは独占というのが出てきますと。その結果ですね、弁証法ですよ。矛盾が出てくるわけです。自分の中から。つまり、生産拡大しようと思って生産しますね。資本も拡大しようと思って、頑張るじゃないですか。ところが、その資本が拡大し、生産が拡大していくと、その結果、独占、大工業、矛盾が生じる。すなわち、その結果、多く出てきたプロレタリアート、
の利益にかなわなくなるんですよ。生産関係の仕組み、生産の仕組みが。生産の結果できたものを取得する、これは資本家ね。ところが実際に生産しているプロレタリアートはその生産物を取得できない、こういう矛盾、アンチテーゼが出てきます。そしてその結果、順テーゼでしたね、あの正反合の弁証法の。国家と言っても、ここから国家論になるんですよ。国家と言ってもブルジョワのね、社会のブルジョワ社会の維持組織に過ぎない。バサッとこう言っちゃってるんですよ。ブルジョワ社会の維持組織が国家なんだと。そして労働者が生産手段を直接に所有し、これも社会主義思想の大事なとこよ。労働者が生産手段を直接所有し、その果実ももらえる、そういう社会になったならば、無駄がなくなる、搾取もなくなる、そして国家が消滅する、死滅と言ってもいいですね、国家が死滅する。労働者階級、つまりプロレタリアートが社会の真の代表者となるとき、プロレタリアートが社会の真の代表者となるとき、国家は無用となる。廃止されるんじゃなくて死滅、こうも言ってますよ。廃止されるんじゃなくて死滅、すなわち廃止っていうのはアプシャフェン、英語ではアボリッシュですね。アプシャフェンではなくて死滅、アップシュテルベン、アップシュテルベン、これも英語で言うとダイアウトとかビカムエクスティンクトみたいになると思いますよ。アップシャフェン、廃止ではなくて国家はアップシュテルベン、消滅しちゃうと、死滅するんだと。国家がいらなくなる、これがアウフヘーベンなんでしょうね。まあこのテーマをやってみた国が20世紀のロシアであったり、まあ、他の国なんだけど、むちゃくちゃになりましたね。この夢ラジオ、社会科学のカテゴリーでもいろいろご紹介しましたが、社会主義や共産主義がいかに実はうまくいかないか、いかに恐ろしい思想か、うん、それを例えばフリードリヒ・ハイエク、そういう人物の著作からお話しいたしましたね。で、実際ロシアも東欧の社会主義も全部なくなりました。未だ社会主義って名乗ってんのは中国と北朝鮮、あとベトナムもそうなんですかね。ところが中国やベトナムはもう社会主義とは呼べないし、で北朝鮮はというとご覧の通りですね。社会主義思想は20世紀べったりかけて実験してみたけどダメだった、21世紀にまだやってる国は変な国ばっかり、これが現実です。そもそも未来の予測なんかできないし、計画なんかできないし、経済は経済は自由な活動に任せて、その結果で勝ち残ったものが良かったと、こうするしかないんです。ハイエク言う通りです。価格にはさまざまな指標が含まれているから、その価格を誰かが統制したり決定したりできない、計画ももちろん無理と。社会主義はね、人間にはそういう計画ができる、いや、できませんでした。今もできない。これからもずっとおそらくできないままでしょう。次に何が流行るかなんかわからないんです。流行ったものが流行ったんです。流行ったものが勝ちなんです。その勝ちに何がなるかはわからない。計画してみたけど、むちゃくちゃでした。社会が停滞しました。まあ実際に19世紀の貧困および猛烈な貧富の格差を前にして、このプロレタリアートの側に立つマルクス、エンゲルス、しかもそれまでの空想社会主義とは違って、
経済というものをしっかり見つめた、経済というものをしっかり見つめた、なんかそれっぽく見えた社会主義思想っていうのは多くの人の心を捉え、だからこそ20世紀に社会主義国家の結実見たわけですけども、それがどれほど悲惨だったか、どれほど悲惨だったか、もう筆舌に尽くしがたい。社会主義や共産主義を名乗った国での、善意ありそうな者たちが行った恐怖はね、今回のテーマ、エンゲルスの空想から科学へ。19世紀のエリートたちはこんなことも考えた。だけど今の目から見たら、お蔵入りにすべきでしょうね、こういう考え方は。夢ラジオ第814回、今回は空想から科学へ、エンゲルスのパンフレット取り上げました。今日は売り買いしませんか？マーケットやっぱり気になりますね。マーケットに戻りましょう。